フリースケール MPC561、MCUMPC5XX ファミリーのプロセッサ、例えば MPC555 や MPC565 は 32bit パワー PC アーキテクチャのマイクロプロセッサである。40から 66MHz で動作する。エンジンコントローラ、トランスミッションコントローラなどの自動車向けでよく利用されている。これらは 組み込まれた周辺インターフェースと、無なし、大きなオンチップ SRAM1MB にも、達する非常に大きく知恵の小さい、オンチップフラッシュメモリで構成され、アーキテクチャが制御用アプリケーションに適応していることを意味する。この変わった構成のため、MPC5XX は、一般的には、マイクロコントローラとみなされている。 最初のパワー PC 仕様で定められたハードウェアが固定ページアドレスを変換するブロックアドレス変換の代わりに MPC5XX コアは可変ページサイズをサポートするソフトウェアによるアドレス変換機構を提供しているこのアドレス変換のモデルはパワー命令セット仕様の組み込みが端無モデルの基盤である MPC5XX から すべての PowerPC5XX シリーズのプロセッサはこの名前を持っている。より柔軟で強力な PowerPC55XX シリーズに人気が出たため、PowerPC5XX シリーズの開発は終了している。周辺デバイスインターフェースはモデルにより異なるが、AD 変換器、タイムプロセッサユニット、グピオ、ユールと、 シリアルポートを備えていることが多い。MPC5XX ファミリーは MPC8XX パワークイックファミリーの後継であり、このことはハーバードアーキテクチャのシングルコアを採用していることを意味している。MPC8XX ファミリーと異なり、MPC5XX ファミリーは不動小数点コプロセッサを備えている。 MPC509 のような初期のチップは命令キャッシュを持っているが最近のチップはプロセッサから命令をバーストアクセス可能な大量のオンボードのあフラッシュメモリを持っているフラッシュメモリは台の広い領域を必要としチップの価格を上昇させるためいくつかの低コストチップでは省略されている多くのコントローラーアプリケーションは あまり大きくないデータセットと遅延の少ない非常に長い制御ループを持っている。この場合データと命令に対する直接的なアクセスが重要になる。もし、ほとんどのデータをプロセッサが1クロックでアクセスできるオンチップの SRAM に格納できるならば、性能は非常に良くなる。チップの外部のデータに頻繁にアクセスする必要がある場合は、チップは 外部ラムからバーストアクセスできず非常に遅いバスアクセスプロトコルを使用するため性能は低下する。デフォルトのメモリアドレスを決めいくつかのベースレジスタを書くことでプログラムが可能な単純なメモリインターフェースのためこのチップは自動車向けや産業機器向けだけでなくホビー用としても人気がある。ありがとうございます。